エンソパブロロコロコは、チリコキンボ州オーバージェ出身のプロサッカー選手。チリ代表、エルチェ CF 所属。ポジションは、ディフェンダー。2000年からウニベルシダカトリカのユースチームでプレーを、はじめ、2011年にトップチームに昇格した。2011年5月のウニオンエスパニョーラ戦で、プロデビュー。9月のサンティアゴモーニング戦で、初ゴール。2014年7月、 ラリーガのエルチェ CF に買取オプション付きのレンタルで、加入。翌月のグラナダ CF 戦で加入後初出場。2015年7月、RCD エスパニオールに買取オプション付きのレンタルで、加入。なおレンタル元は、書類上 CD、オヒニンスになっている。2016年6月、クルス・アソルに移籍。2018年7月、ベシクタシュ JK に移籍。 2020年9月、ファティカラギュムリュク s k に移籍。2021年7月9日、エルチェット2年契約を締結し、復帰した。2012年2月のパラグアイ戦で、サッカーチリ代表チリ代表初キャップ。試合には0から2で敗れた。翌月のペルー戦で、初ゴール。2014年5月、ホルヘサンパオリ代表監督が2014 FIFA。 ワールドカップに参加する暫定メンバー30人の一人に選んだが最終登録メンバーからは外れた。ありがとうございます。